子育て幽霊。子育て幽霊は、日本の民話、階段、筋立て、結末などに、細かな移動が見られるが、伝承地は全国に分布しており、落語の題材にもなっている。雨会幽霊とも言う。ある夜、店じまいした雨屋の雨戸を叩く音がするので主人が、出てみると、青白い顔をして髪をボサボサに見出した、若い女が、雨をくださいと一文線を差し出した。 主人は怪しいんだが、女が、いかにも悲しそうな小声で頼むので飴を売った。翌晩、また女がやってきて、飴を下さいと一文銭を差し出す。主人はまた飴を売るが、女は、どこに住んでいるのかという主人の問いには答えず消えた。その翌晩も翌翌晩も、同じように女は飴を買いに来たが、とうとう七日目の晩に、もうお金がないので、これで飴を売ってほしいと。 女物の羽織を差し出した。主人は女を気の毒に思ったので、羽織と引き換えに雨を渡した。翌日、女が置いていった羽織を店先に干しておくと、通りがかりのお大臣が店に入ってきて、この羽織は、先日亡くなった自分の娘の棺をに入れたものだが、どこで手に入れたのかと聞くので、主人は女が雨を買いに来た行きさつを話した。お大臣は大いに驚いて、 娘を葬った墓地へ行くと、新しい土まんじゅうの中から赤ん坊の泣き声が聞こえた。掘り起こしてみると、娘の泣き殻が生まれたばかりの赤ん坊を抱いており、娘の手に持たせた三塚は私代の六分線はなくなっていて、赤ん坊は主人が売った飴を食べていた。お大臣は、娘は墓の中で生まれた子を育てるために幽霊となったのだろうと、 この子は、お前の代わりに必ず立派に育てると話しかけると、娘の亡骸はうなずくように頭を、がっくりと落とした。この子供は後に、菩提寺に引き取られて、高徳の瞑想になったという。日本の、飴を買う、女の階段は、南宋のーススムが編纂した、エビス賢治に乗せる階段、餅を買う女と、内容がそっくりであり、もともとは、 中国の階段の本案であったと考えられる。子育て幽霊の話は、親の恩を説くものとして、多くの僧侶に、説教の題材として用いられた。主な例として、江戸時代初期に、被護国、現在の熊本県の浄土新州の僧侶月館が、記した、墳略子音などが挙げられる。子女が子供を産む話は、ガンダーラの仏教遺跡のレリーフにも見られ、 日本でルフしている話の原型は、センタコ四国王行であるとされる。幽霊が現れて7日目に、赤ん坊が発見される件に注目し、釈迦を産んで7日で亡くなったマヤ夫人のエピソードとの関連を指摘する説もある。また、女に飴を売る飴屋が坂の上にあるとしている、伝承が多く、古事期のよもつ平坂との関連を伺わせる。多くの伝承では、赤ん坊は成人して、 高徳の僧侶になったとする者が多い。実在の僧侶で、この赤ん坊の後ろ身であるとされている伝承がある。京都東山には、幽霊に飴を売ったとする飴屋が現存しており、幽霊子育て飴を販売している。当時の飴は、水飴のようなもので、現在は、固形で売られている。飴に添えられた由来書によれば、幽霊の子供は、陸道鎮降寺の僧侶になり、漢文六年。 1666年に68歳で入弱したという。これに従うなら、幽霊が雨を買いに現れたのは、慶長4年、1599年の出来事になる。石川県金沢市寺町寺軍群西恩の裁縫寺には、富士の病で亡くなった身世物女人を手厚く、葬ったところ、その墓地から赤子の泣き声を聞きつけたお地蔵さんが赤子を、かわいそうに思い、 雨を買い与えていたという、雨買い地蔵という伝承がある。いつの頃か、この地蔵を削って煎じて、子供に飲ませると病気が治るという話が、藩主並びに各地に伝わり、大勢の人々が詰めかけ、身を削っていった。現在、その地蔵は、金沢48地蔵を霊場第9番として、地蔵堂に建て祭られ信仰を仰いでいる。このほか金岩西の道入寺には、 住職となった子供が旅に訪れた絵描きに書いて、もらった、幽霊画がある。この絵描きは、丸山王居であり、住職は、幽霊画を母としたって、大切にしたという。また、金沢には他に4件の伝承があり、雨屋坂という地名も残っている。幽霊が買った飴屋はすべて不明。長崎県長崎市には、麹屋町にあった飴屋に幽霊が飴を買いに来ており、 子供が見つかった後に、天守のもとに現れた幽霊が、お礼に、水が枯れない井戸を教えたという。市内の高原寺境内には、この伝承を伝える、赤子津亀湾の碑があるほか、幽霊の木造と掛け軸、藤原清長の作と伝わるがあり、年に一回ご会場が行われる。この時に配られる雨を出ると、母乳の出が良くなるという。幽霊が教えたという、幽霊井戸は、 高原寺の近くにあり、その前では、飴屋の一分銭ビスケットの自動販売機がある。福岡県福岡市中央区天神の暗黒寺には、飴界幽霊とその子供の墓がある。伝承によると、1679年、遠方7年頃、暗黒寺の隣の丹野町にあった飴屋には、毎晩牛蜜時に千三分を持って飴を買いに来る若い女がいた。 ある晩、アメヤの主人が後を追うと、暗黒寺の墓地で姿を見失い、墓の中から、英治の泣き声がした。翌朝、事情を説明した主人と僧侶が作ったばかりの土饅頭を掘ると、死んだばかりの女性の傍らに女児がいた。だが数日後に、女児も亡くなり、女と女児の墓が寄り添うように作られ、現在も暗黒寺に残る。暗黒寺では、 毎年7月27.28日に三女の夏祭りを開催していた。福島県伊達市霊山に伝わる話として、伊達市領地に住む遠藤氏の娘がアメカイ幽霊となり、現れ墓場から死後出産した赤子が見つかるという出来事があり、その子は当時の領主、伊達政宗より遠藤から40院と改正させられたとの話が伝わる。その後鶴志氏は、 伊区軍金山に移り住み伊て家領地に散らばり現在まで血脈を保っているが、苗字の四十九因発祥は、伊賀国と有立正宗が異国より、伊賀忍者を領地に移り住まわせたとの話も伝わっており、子育てをするアメ海幽霊の話自体が、鶴新氏の伊賀国から移住と共に伝わった可能性もある。この手の話は、日本各所にあるが色々と考察できる。なお、 幽霊の墓と寺、子供の引き取った寺、その後の身体の寺、アメヤの場所と屋号、すべて揃って伝わっているのは、京都の話だけである。落語では、舞台が京都高台寺になっており、最後に幽霊が、子が、大寺、高台寺というのがオチになっている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。